今回にマンチェスターユナイテッドからドルトムントに移籍したミッドフィルダー、香川真嗣は13日のブンデスリーが第3節、フライブルク戦に先発出場を果たしそうだ。ドイツ紙、キッカー、ドイツ紙、ビルト、はいずれも香川を先発に予想。システム、メンバーは両メディアで異なるものの、香川がトップシに入ることでは一致している。キッカー、は4、4、 2の布陣を予想。中盤はダイヤモンド型で、アンカーにミッドフィルダー、セバスティアン・ケール。右にミッドフィルダー、ミロシュヨイッチ。左にミッドフィルダー、ケンリムヒタリアン。そしてトップ下にカ川ワを置いた。2トップはフォワード、ピエール・エメリク・オーバメレンとフォワード、アドリアン・ラモスの2トップを予想している。一方の、ビルトは4、4、1、1の布陣で、 最前線のフォワード、チーロインモービレの背後に香川が位置すると予想した、3シーズンぶりのフルス復帰を果たした香川をめぐっては、ミッドフィルダー、マルコ・ロイスの負傷離脱もあって、その期待は現地でも高まっている、1ゴール1アシストを記録し、2冠に貢献した2012年5月12日の BFB ポカール決勝、バイエルン戦以来、854日ぶりとなるドルトムントでの復帰戦。 その再デビュー戦でどんなプレイを見せるか。